皆さんおはこんばんは。3月8日になります。ボンバー野郎桐生でございます。以前季節外れのパイナップルのクラウン雑誌ということでね、毎日水替えもやってたんですけど、なんと芯の部分腐ってまして、ちょっと順番に取っていってみましょうか。どこまで取れるか。もう完全に腐ってるかな。お、これ脇から出てきたりするのかな。まあ状態的にはこの中、もう腐ってる部分の葉っぱとかね、まあこれ全部腐ってるのかわかんないけど取ってみました。ちょっと根っこが生えかかった痕跡はあるんですけど、まあやっぱ季節外れは無理だったかなって感じですけど、もうちょっとこれの様子を見てみたいと思います。3月13日今夜はボンバーズでウッディウエンズデーです。パイナップルのクラウン雑誌をしてみようという、季節外れのパイナップルクラウン雑誌をしてみようという企画でしたけど、残念ながらカビちゃいました。根っこはいっぱい出てきてる感じですね。根っこはちょっとまだこれ様子見てみようかな。俺捨てちゃおうかと思ってたんですけど、もう失敗で捨てちゃいますって言おうと思ってたんですが、ちょっとカビ部分とか洗ってですね、もうちょっと様子を見てみます。さあさあどうなるんだろう俺。やってみますけど、結局こんなことになっちゃいまして、結果から言うと根が生えずにカビが生えちゃったよっていう感じですね。ダメでしたね。やっぱり温度が適正でないと、いろいろと試してみましたけど、葉っぱも全部ね腐ったやつというか、ダメになったと思われたやつを外していきました。で根が残ってたんで生えてくるかなと思ったんですけど、ダメっぽいですね。芽が全く生えてませんので、でちょっともう今回はこれで、芽が生えずにカビが生えちゃったということで、季節外れのクラウン雑誌、パイナップルのクラウン雑誌終わりたいと思います。ありがとうございました。じゃあまた。